いどうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト5の DS 版の方の実況プレイやっていきたいな。やっぱ3が出てくる、なぜか3が、まあいいや。ということでですね、なんだっけ、ルフェランだかそんな感じの街に来ております。ということでここでですね、まあちょっと名物おじいちゃんがいるんですよ。ちょ、ごめん今ゴトって言ったでしょ。これ紫色のね、邪悪な煙が、ちょっとごめんよ、マイクにパンと当たっちまった。でもって、どっから行くんだっけな、裏の方から行くんだ、こっちはね、 OK、 裏の方から行きますと。で真ん中行くんだっけな、違う、どこだ、こっちか。さっきのさ、この洞窟でさあったじゃん、ほらなんだっけ、ももちゃんがいた洞窟のやつ、あれいなくなったやつ、何喋ってくれたんだろうねちょっと忘れちった、わな、何だったんだろう、まあいいや。でもって確かこっちから行かれる、完全に洞窟か、オッケー、よしよしよし、間違いない、オッケー、行こう。さあ洞窟の中を覗き込んだ、おーにゃんじゃくる、にゃーん、はい、全く見るとどういうこう、いきなり喋り始めたで、ね、お前びっくりした今、あ、こんなんあった、忘れたわ、いきなり喋り始めたんだけど、全く別にじいさんにも困ったもんだ、にゃーって。じいさんの庭が気に入ってるのに受け向くっていられないにゃ。でもあんたは愚痴を聞いてくれてもらって少しすっきりしたにゃ。俺にいいこと教えるにゃ。この世界のあちこちにはその地域に名産品と言われるものがあるにゃって。いろいろ旅をすればきっと手に入れる、手に入るにゃから、集めておくと良いにゃ。オッケー、ありがとう、いいえ、にゃかわいい、すごいこれかわいいな、めっちゃかわいくね、これにゃ、いいえ、にゃかわいい、超かわいいんだけど、超かわいくね今の。でもってさあ行きましょう、名物じいさんだねここね、キメラの翼。これ多分ね、ちょっと今から行くとこがあるんで、これで帰ってこいよっていうことだと思うんだけど、あそこなんだったっけ、どう、まあいいや。さあ来ました、懐かしのここ、懐かしのここ、行きましょう、魔法の説明と、オッケー。なんじゃあお前さんは、 お前さんも煙たいとか文句を言いに来たのかえかえって、どこの方言だこれ。ふん、わしはわしの家で何をしようと、わしの勝手じゃろうって、え、研究の邪魔じゃ、さあ帰ってくれ。違う、あれ、しかし何も見つからなかった、あれ、いや違う、家かダメか、待って、家、あ、家にしなきゃダメなのか、いいえ、するとわしの研究を現物に来たわけじゃなって、なかなか関心なやつじゃ。わしも研究が成功すれば、古いジェムが一つ復活することになるじゃろう。それを知っている場所であれば瞬く間に移動できるという、大層便利な、欲しい、そろそろ欲しい、どうじゃこの研究を手伝ってみたいと思わぬか。よし、手伝ってやろう、お、やってくれるか。それではわしについてまいれ。あれ2階に行くのか、これなんかもう2個あるんだよね、確かね、確かね。ちょっとこの地図を見てくれるのか、皆さんね、右下にご注目してくださいなんか画面が出てると思いますが、今わしらがいるのはこの町じゃ。ではこの辺りの ルラムーン草というのが生えているのじゃって、ちょっとそれを取ってきてもらえんかの。ただしルラムーン草は夜しか取れんそうじゃ。夜になるとその草はぼんやり光ると言われとる。どうじゃ、もういっぺん言おうか。いいえ、大丈夫。なんだっけ、ランプ持ってたよね、ランプ持ってるよね、しょっけ寝て寝て、うう、眠い眠い、夜になるとその草はぼんやり光る。よし、オッケー、取ってこい。ルラムーン草ね、なんルラムーン草っつったっけ今。さあ行こう。ということでここでですね、あの僕思ってました、多分ルーラ全然覚えねえじゃんとか多分言ったでしょ、多分言ってたでしょ、言ってたよね俺ね。またランプがあるんだよね、まあいいや。ちょっとここをぐるっと回って、これ上がってていいんだっけ、あれ、こんなとこの橋あったっけ、あれ、こんなとこありましたか、待った、 MP これ満タン、満タンかな、毎回、待って、作戦全員ガンガン行こうぜ、帰るわ。で行こう、31 41。実はですね、ちょっと首を痛めてましてまた違う話、どこかで話せればまあいいんですけどまあ一度いろいろちょっと首を痛めるという、まあいいや、その話はいい、まあいつかどっかの生放送で話しましょう。あ、こっち、あれ、こんな近道だったっけ、ここ、あれ、こんなのあった。さあ、もものお兄さんたちかな可愛くないでかくなるとかっこよさ出てくるけどね。25 33、鋭いけば19のダメージ、32
ブラウン26。でもあれなんだよね、確か師匠ってずっと強かったんだよね、確かね。なんか結構使えますよって言ったんだけど、早々にね、ちょっと強いやつがいっぱい出てきてさ俺がさ、早い段階でさ、メタリンを仲間できたから。さあ、ドラ吉は13になった。オッケー。もう一匹ぐらい来ないかな。も、モモのキラパンサー枠はモモでいっぱいなのかな。よし、オッケー。これピエール、これが便利だよね。これ下降りてっていいのかな。あれ、こんなとこ行けたっけな。いや、なかったと思うんだけど、俺だけかな。さあ、キラパンサー現れた。35 41。強いな、モモ強いね。モモめちゃめちゃ強いじゃん。めちゃめちゃ強いじゃん、モモったん。41 41 27か。オッケー。3で持って、ここらへん、多分ここらへんだよね、多分ね、多分ここらへんだよね。夜にすればいいのか、夜にすればいいのか。で、闇のランプ、ランプ持ってたよね。ランプ使って消える。攻撃28 23 25。てってってー、もうレベル上がった。もう今回は分かりませんが、モモは連れていきたいちょっとモモ最後まで育てようかね。ちょっと待って、で持って道具で波のランプ的なやつ、誰だ、誰が持ってる、誰が持ってる、これか、使う。初ランプ来た。さあ来た。こんな感じなのか。ルラムーン層を見つけた。オッケー、簡単だな俺結構簡単に見つけられなかったような気がする。気のせいかな。結構簡単なんだよねこれ。よし、オッケー。で、道具でヒメラの翼で、早いな、ここらへん。天空の剣じゃなくて、なんだよね、今日の翼。オッケー、これだけど。オッケー。夜だとじいさん寝てんだっけ寝てんのかな。一回ちょっと寝ようか。 MV 回復もしたいから、ちょっと寝ようぜ、寝よう寝よう寝よう。一緒行こう。ここでこのね、この音楽好きだわ、ほんと好き、これ超好き。トップ5に入るぐらい好きかもしれないこの BGM、 チャチャンチャチャンっていうのが、なんかね、パパスのこととかいろいろ思い出すよね。俺はね、なんか幸せな BGM の感じだよね。で、持って、さあ、ルーラちゃんをこれでゲットできるかな。これこっちしか行け、ここだけだよね、多分ね。一方ここだけ、ここだよね、近道ね。てかテンポ早くねめちゃめちゃテンポ早いよね。さあ、こっちだ。さあ、おじいさんにちょっと渡してみようかなと。なんと、ルラムーン層持ってきたじゃと。これがルラムーン層か。あっぱれあっぱれ。早速実験を再開することにしようぞ。あ、でかいな。ももちゃんでかいよね、見てでかいじゃん。そうかけた。いや違うんだ、師匠がちっちゃいな師匠ちっちゃい。さあ、はけ、話しかけるでない。よし、今じゃここでルラムーン層を、これ一回失敗するんじゃなかった。右下の画面に注目してください。右下のちっちゃいと思うけど。どうなった。あ、みんななんか横になってる、横になってる。ふう、難しいの。わしの考えでは、今のでルーラという昔の呪文が蘇るはずなんじゃが、お前さん呪文が使えるなってないか、ちょっと試してくれんか。これこれどうしたって、お前さん呪文が使えるなってないか、ちょっと試してくれんか。あ、じゃあ、ごめん、びっくりした、びっくりした。バグったんかと思った動画で見たらバグったみたいに見えるでしょ。さあ、なるほどに、ここで動いちゃダメってこと。ルーラいけるよ、来たー、ルーラ、ルーラフェン。嫌な突き破ってったんじゃないこれで次の自分をちょぶつることにしようぞ。待って、いや違う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 、そうじゃないそうじゃない、飛んでったで、ね、お前と屋根の剣どうなった。ちょっとじいさん挨拶ぐらいさせてくれよ。じいさんこれ、この後どこ行くの。あれ、この後どこ行くんだろう。忘れち、いや待った、ここの大陸で行けるところってどっか、一回船に戻るんだっけな、戻るんだっけな。待って、来た。お前さんがまた別の時間もいたけど、あ、二連チャンでできんのか。はい、しかし今度はなかなか手強そうじゃ。もしかしたらわしの生きてるうちは成功せんかもしれんの。
あ、だまだだって。じゃあここは、オラクルベリー、ポートセルミリーのここからここはやけ関係ないのかな。煙突から飛んでって、待った、もうないんだっけ、あれこっちも、あれ次どこ行くんだか覚えてないんだけど、ほいっと、船だったっけ、船かなんかでどっか行くんじゃったんじゃろうか、ほい違ったっけ。いつになったら安心して船が出せる世の中になるんだろうなって、船が出せる俺たちも仕事もありゃしないよ、また船がだからこれ、ね、お客さん乗せない、まあここまでなんだって、しばらくの間ビサとの連絡さん沈んじまうだって。今回特別にルドマンというお金持ちのこの船の連絡さんに使わせてもらって、またどこだっけな、忘れちった。この後なんか一回さあれ、これどこに行くんだろう、これ灯台は別にいいんだ冗談だったんかい、冗談だった、そこでこっからが問題で、待った、うん、一回なんだっけな、ラインハットとかなんか戻りそうな気がするけど違うっけ、あれこの後どこ行くんだろう、覚えてねえな覚えてないね、待って、でもうちょっと一回ちょっとここまで情報収集しようか、ちょ待って、に何を研修してるんだかって決めたくてしょうがない、5本、あれなんかどっかに次どこに行くから教えてくれんじゃないの、教えてくれんのかな、なんかさラインハットに一回戻ったような気がするんだよね、ラインハットのうちで大層な豪華な結婚式があったらしいんですよ、来た来た、そうだそう、思い出した思い出した思い出した、お城結婚式というのはこれも見たかったわって、きっと絵に描いたような美しい花嫁様だったんでしょうねって、お城結婚式の、あ、ごめん2回落ちちゃった、あの野郎、俺がちょっと船でうとうととかが気持ちいいな、これどれぐらい過ぎ、ちょ待ってください、抜け駆けしたやつがいるからちょっと叱りに行こうぜ、あいつ手も早かったわあいつ、俺に何もなく結婚式あげやがって、結婚式あげてんの、嘘でしょ、エイリー様の奥さんは本当に優しい人じゃって、わしもああいう人と、誰だ、まあ、知ってんだけどね、ちょっと待ってください、ちょっと結婚してないけど、あいつどうなってんだ、あいつよう、そのヘタレスお城に、これ多分プレステ版も同じような反応だったんじゃないの、あいつ早くね、手出すの、ちょっといい子、誰とけみんな、あ、まあ、そっか、初の人もいるかもしれないからね、もしかしたら、ちょっと言うのやめとこうか、よし行こう、あの野郎手出すの早いんだわ、また行こう、いやいや、あなたお兄さんからあんなのこといろいろ聞きましたって、そしてせめて恩人にと部下たちの電車のことを調べさせていたのですが、かつて電車を使ったんですが、サラボナという町にあるそうです、サラボナ西の国ルフェラの南と聞きました、ん、南、ああれ落ちていくのか、しかし旅立つ前に兄に会っていってください、兄はこの上、あ待って、せめて青さん殿のおかげですわいって、ところでオラクルベリーに面白い人が打たされたか、お気に、いいえ、何、冒険がモンスター図鑑という便利なもので、お便利なもの、知らない、オラクルベリー行こうか、まさかの誰と結婚したか皆さん知ってますね、行きましょう、行こう、ここはヘンリー様と奥様の部屋、無用なもの、ん、お、あなたさん、そうか、どうぞお通りください、オッケー、来た、こいつは驚いた、青さんじゃないか、こいつは驚いたじゃねえよ、一言よこせ、一言、ずいぶんお前のこと探してたんだぜって、うん、そのって、結婚式に来てもらおうと思ってなって、実は俺結婚したんだよ、結婚式あげてんのかい、4番か、青さん様お久しぶりでございます、マリアさんね、わあ、まあそういうことなわけだって、もしかするとマリアはお前の方を好きだったかもしれないけど、まああなただったらてんてんてん、否定しない否定しない、青さん様にはこの先ふさわしい女性がきっと見つかりますわ、というか青さんに会えたらよかった、結婚式が読めなかったけどせめて記念品をもらっていってくれって、昔俺の部屋に覚えてるならあそこに宝箱入れてあるから、だってありましたね、なんかそんなあそこになんかあるでしょ、さあここでちょっとうるっとしに行こうぜ、みんなでみんなでちょっとうるっとしに行こうぜ、大好きな俺ち大好きなあのシーンをみんなで見に、 あれを見に行こう、あーここにパーパスがいたんだよね、パーパス、あ、もっとなんかいる、そなたはあの時に本当のせいになりました、なんてこんなことになったか、今となって笑うには分からぬ、魔物たちがこの世界に蝕まおうとしているのかもしれませんの、そなたも、いや、お前は違う、お前だけは自分の私欲や、じゃあ
お前だけは絶対得、お前は自分の子供が可愛かっただけだ。全ての元気はここから始まったのかもしれない。待って、調べた、空っぽだった。しかし宝箱の時何やら、あ、ん、文字が刻んである。青さん、その文字、あれ手紙じゃなかったっけこれ。へえ。青さん、お前に直接話すわ。照れくさいからここに書き残しておく。そこに書き残してる方が恥ずかしくね。誰かに、部下に見られるんじゃね。お前の父さんのことを今でも一になって忘れたことはない。あの奴隷の日々 に俺が生き残れたのは、いつかお前に借りを返されなくてはと、そのために頑張れたからだと思っている。伝説の勇者を探すというお前の目的は、 俺の力などとても役に立ちそうも。いやいや、そんなことない。家を使ってくれるお前余地を欲しいんだ俺は。この国を守り、人々に見守っていくことがやがてお前の助けになるんじゃないかと思う。なるほどね。青さん、お前はいつまでも俺の子分じゃなかった、友達だぜヘンリー。いいね、これこの写真、このね、これいいよね。あれあれ、手紙じゃなかったの。手紙にしてくれよ、いつでも読むぜ。ちょっと強いお酒を飲んだらちょっとうるっとしてたじゃないか俺絶対。よし、でこれの後に会いに行くとこの後に会いに、はい、天下早くね、会いに行こうぜ。恥ずかしいそうなあいつの顔見に行こうぜ。これなんかちょっとあんだよね。え、宝箱の結婚式の引き年になって入ってなかったって。わあ、お前は相変わらず騙されないやつだなって。じゃあこんなこと本当に私は、このキレのオリゴールだ、これすぐにもらわなかったんじゃないかな。これ記念のオルゴールを袋に入れた。これね、またちょっとどっかで使えると思うんでね。実は蓋のとこに二宝石を埋め込むはずだったんだけど、職人が見つからなくて。とにかくせっかく来たんだから、これ何だったっけな。青さん様の奥さんになること、なんかね、3人ぐらいいるらしいよ俺の奥さん3人ぐらい。今まあまあ未来は分からんよ、未来はまだ。これリレミと使えるんだっけ、呪文。あ、無理ね、 OK。 まあ行こう。まだオラクルベリーの、ま、なモンスターズか、どこに言ってんだろう。ちょっとそれ見よう。で南に行けって回言ってたね、南に。あ、こっちが、まあ、すっかり忘れてたわ。南にそんなとこ場所あったっけな。南に降りていったのか、まあ、言われたらちょっと思い出すけどね。3年持ってこっちか、ごめん間違えた。あ、待った、そこって入ったっけ俺。おー、入ってない、ナイス1200、いいね。もう1個なんかちょうだい、お金が欲しい1万ゴールドぐらいくれ。あ、来た、鉄の鎧。まあいいや、よし行こう。さあもうそろそろ物語は中盤に差し かかろうとしているんじゃないのかな。オラクルベリーで、なんかオラクルベリーか、オラクルベリーって言ったよね、モンスター図鑑。え、オラクルベリーって言ったっけ、だよね、モンスター図鑑。オラクルベリーモンスター図鑑って言ったらこのじいさんのとこじゃないの、違うのかな、だよね多分。ほいっと、モンスターじいさん、モンスターの面倒見るぞいって。待って、え、あれさっきオラクルベリーって言ってなかった、あれ。またバーシャーのとこで売って、あれごめん、さっきポートセルミって言った、どこって言ってた、オラクルベリーって言った、やべ忘れちった。いや自分の動画これ終わった後見直すわそれが一番早い間違いなくそれが一番早い。あ、いない、夜かな、それか、え、待って、闇のランプ、え、これ間違ったらごめん、やべ、オラクルベリーって言った、どこに売ってんだろう、わかんない、場所がわからん、多分そうじゃないのかな。夜ね、あの馬車のとこで売ってんじゃん、モンスターっつったらこいつ、え、そこの階段なんなんだろうね、あれ。ほいっと、もうこれ出たー、ほらこれでしょ、やっぱね、もうこのモンスター図鑑は欠かせないぜ、だって3000ゴールド、まあいいでしょ、男1000ゴールドだ、負けて、あ、うーん、どうなんだろう、負けてもらっ、まあいいや、さあ、で持ってしまった、あっち行く、あれさ、どうやって行くんだ、あそこ、あそこ階段で、あの下何があんの、誰も答えてくれない、待って、あ、なんかいる、ブーブーだって。さあ鍵がかかっている、
かいる？無が約束がとかなんか言ってる。これ日中来たらいいのかな。小さなメダルとかあるかなと思ったけどないんだね。よっしゃ行こう。で持って呪文でルーラ便利だね。ルラフェン。さあでもって南に行けって言ってたよね。こっちま、ん？あれここ行けんのか。メタルライダー現れた。オッケー。普通に攻撃。待った。まあいいや待って。MB ないか一回。あのあれしよう。いや止まりに行こうぜ。ちょっと止まり。宿屋止まってから行こう。宿屋に。攻撃20。27オッケー。さあレベル上がった。え、なんか DS 版はなんか追加モンスターとか調べようかな。ちょっと後で終わったらこれね、なんか新しいモンスターとかいてくれるとちょっと楽しいんだけど、ちょっと宿屋止まってくる。よし MP がないや。よし OK。 105ゴールド。え、なんだったっけな、あのじいさんのもう一個の魔法なんかあったよね。あれなんだったっけな。後々来るのかな。後々来るんだよね多分ね。まあいいや後にしとこう。え、まだあれ何揉めてんのあそこ。なんかどっかの姫様みたいなやつ、宿屋がどこでみたいな、まだ揉めてんのあれ。さあ行きましょう。あれここ通れんのかな。こっち系じゃないのかな。また同じでデジャブかな。さっきのデジャブ。いや23オッケー。モモが強いな。逃げ出した。20。もうそろそろちょっとあれかな、あれかな、ブーメランじゃちょっと辛くなってくる。いけたね。いけたいけたいけた。こっちか。でも半分、あー待った、ちょっと強いのか。30。バギマン生意気に。まだでもこの頃のバギマン強くないでしょ。めっちゃ強くないね。11のバギはまあめちゃくちゃ強いじゃん。すげー強いじゃん。30 33 27 23 25 30。よし OK。 次の町、いや来た、ここなんだ。あーまた来ちゃった。あれ違うか。あ、びっくりした。これどっかと間違えた思った。修道院で預かりをしていたお嬢さんの家まで送りにしてきたところです。もう大工指定するつもりだったんですが、あまりにもお手間になかなか帰りませんでしたわって。初期の感情の人はシスターとして修道院に残ってほしかったのですけど、そろそろ好きな男性を探して彼女と結婚させたいというのがお父上の考えらしいですね。誰のことかな。サラボの町はフローラさんが6年ぶりに修行院から帰ってきたぞ。6年。どこの修行院なんだろう。あの時いたのかしら。あれは入れ違いだったのかな。だからそっかそっか、入れ違いなのか、マリアがいたとこ。あーそーれ、トントトトン。こっから南の洞窟に抜けて橋を渡ればサラボナの町だよ。だってサラボナの町、待って、あれなんだこれ。あ、待った、ここなんかある。井戸を覗き込んだ。あー、また小さなメタルゲッツ。よっしゃ、結構もう溜まったんじゃない。20個ぐらいいってそうだね。最後じゃ待て、20個ぐらいはいけそうだね。待って、寝持ってで、まあ、寝て、なんか、寝るんだ。さあ、福引券ゲット。スゴロク券。え、またあそこのばあちゃんのとこ行きそうだね。ここなんて町だろう。なんか、ルーラで、これその気しない？これません。そりゃそりゃ。ピエール何やってんの？何をやっ、待って。え、あなたは女性はしとやかで、素直な方がいいと思う。まあ、はい。やっぱりね、私もフローラさんみたいに家にしてみよう。いいえ。そうよね、本当の女性らしさってそれだけじゃないものって。けどデボロさんみたいなのはさすがにどっかと。デボロさんみたいなって、そんなに誰だデボロさんって。ということで105ゴールド。まあいいや、止まっていこう。デボラさん、ちょ、首が張って痛いんだよね。強烈に痛いんだけど。いやマジでちょっと首が痛くてさ。あなたまさか噂を聞いてフローラさん結婚してないと思ったんじゃないだろうねって。でもあれほどの娘さんの相手に、いやまだ結婚したことない。お、噂のノート。なんで噂のノートって。え、そんな初めてかもしれない。ノートはまだか持っていけない、何の役に立たないと思うようだって。あ、なんかノートを勝手にパクったんだな。勝手にノートをパクったよこれ。さあ南の洞窟を越えて、これか。これなんか簡単な洞窟じゃない。もうさ、この5のさ、この
音楽はなんかすげえいろいろ思い出さない。ね、これね、ね、これ多分ダンジョン、いや俺もしかしたらかなり思い入れあるわこの BGM。 悲しくなるんだよね。なんか悲しくなるんだよね。26、敵も強くねえな全然。これなんか近かったよね、宝箱発見。さあ小さなメダルゲット、結構出るね、ポンポン出るね。調べた、 OK 大丈夫。3年持って、まさかのヘンリー結婚。いやまさかじゃないんだけど、早えんなあいつ。手出すの早くねえ、早くねえか。23 31 17、そろそろブーメランもどうかなって感じでしょうかね。まあ、まだいけるか、まだいけるか、また OK、 よし OK。 3で持って上に上がる、 OK、 階段これね。さあ着きますね。もうちょっとで毒の沼があって咲きました。来て、いや来てしまった。あの塔これ入ったらなんか始まるんだよね、違ったっけ、なんか始まるよね。スモークグール、え中盤切ったよね、この結構中盤からも、もしかして27 20、敵もちょっと強いね。 OK、 さあということでですね、ここ多分入ったらなんかイベント始まる、あの塔懐かしいな、あの塔、あの塔いろいろあるんだよね、今回もあるってことでね、ありますよね多分ね。さあということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ルーラ取得、そしてですね、手の速い、俺の親友ことはヘンリーの結婚ということで、今回はこの辺で終わりたいなと思います。でも入ったらねイベント始まって、なんか連れていかれるんじゃなかったっけ、覚えてないんだけど。ということで今回この辺で終わります。よろしくチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。